チンギスカン・チンギス島原理は、主に14世紀以降の中央ユーラシアのモンゴル、チュルク系遊牧民の社会において、広く見られた王権の正当性に関する思想で、民衆の支配者たるカーンの地位は、ボルジギン氏である、チンギスカンとその団結子孫である、アルタンウルクによってのみ継承されるべきとする、血統原理のことである。そもそも中央ユーラシアの遊牧国家では、 同一の団系に属する士族のみしか君主になることができないとする血統原理を有することが古代の郷土の頃から一般的であって、チンギスカンの建てたモンゴル帝国もその例外ではなかった。ところが、モンゴル帝国が元、チャガ大半国、ジョチウルス、イルハンチョウなど、いくつかの地域的なまとまりに緩やかに解体、再編し、さらにそれぞれの地域で、 チンギスカンの血を引かない有力者が実力を持つようになった14世紀後半以降に至っても、モンゴル帝国の支配した地域では、チンギスカンの血を引くものでなければ、カーンになることはできないという観念が長く残ることになった。モンゴル高原においては、岩鳥がモンゴル高原に追いやられた後、一時的にチンギスへの権威が低下し、15世紀中頃には、 チンギスの血を引かないエセンハーンが即位するなど、チンギス島原理の原則が脅かされた。しかし、16世紀初頭に、チンギス間の末裔を称するダヤンハーンが、モンゴル高原を再統一してからは、再び、ダヤンハーンの子孫たちによって、チンギス島原理によるハーンくらいの継承が、なされていった。ダヤンハーンの家系は、分家を繰り返しつつ、高原各地に分散して遊牧する。 各部族をそれぞれに支配する王公として定着した。17世紀以降の真の時代、新朝皇帝の総主権に服したモンゴルにおいても、ハーンの称号を名乗ることができたのは、モンゴル貴族の中でも、ダヤン・ハーンの男系子孫に限られている。20世紀に至って、外モンゴルの独立運動で、ダヤン・ハーンの血を引く王公たちが、チベット仏教の活物であるジェプスン・ダンバホトクトを、 ボグドハーンの称号のもとハーンに担ぎ上げており、チベット仏教の権威が、チンギス島原理を上回る大義とみなされている。ただ、ジェボツンダンバも、天正の系譜の中で、チンギスハーンの男結子孫として生まれたこともあるので、チベット出身のボグドハーンがハーンに即位することに、対する抵抗感がなかったのだ、という見解も見られる。モンゴル高原の西部から、オーミ、 ジュンガリアにかけての地域では、岩潮解体後の14世紀に、チンギスカンの血を引かない主張を要する諸部族が、連合し、オイラト部族連合を形成する。しかし、オイラトにおいても、チンギス島原理は生き続け、彼らは長らくハーンを称することはなかった。唯一の例外として、モンゴル高原全土を制圧して、ハーンに即位したエセンハーンがいるが、彼も即して間もなく、 オイラト部族内の内紛で殺害されている。17世紀になって、チンギスカンの弟ジョチカサルの後営を称する補修と、部族からオイラトで初めて、ハーンの称号が名乗られるようになった。しかし、彼らのハーンにはダライラマによって授与されるものであって、あくまでオイラトの間に、チベット仏教が浸透し、その権威がチンギス島に匹敵するものとなったことを示すもので、 あるという指摘がなされている。中央アジアのトルキスタンでは、チャガタイハン国の東西分裂後、チャガタイ家の後継者が次々に断絶する一方、東西のそれぞれで、チンギスカンの血を引かない有力者が実力を持ち、チンギス島の存続に重大な危機を迎える。東、チャガタイハン国では14世紀の中頃になって、チンギス家の楽園とされるトゥグルクティムールが民間から発見されて、 ハーンに建てられたことにより、チンギス島原理に基づくハーンくらいの世襲制度が息を吹き返した。彼に始まる政権が歴史家によってモグーリスタンハン国と呼ばれるものであり、その子孫はいくつかの小政権に分裂しつつ17世紀末までタリム盆地に名脈を保つことになる。一方、西チャガタイハン国で新政権を開いたティムールはチンギス間の血を引いていなかったため、 生涯ハーンに即位することはなく、チンギスカンの男系子孫を9月のハーンに立てるとともに、自らはチンギスカンの男系子孫の娘を妻に迎えて、チンギス家の婿として振る舞った。この慣習は、ティムール朝一代を通じて続き、彼らは決してハーンを称することはなかった。なお、ティムール朝の後営でインドを支配したムガル朝ではハーンは単なる将軍の称号に過ぎなく、 なったが、それでもなお、ムガル王家の先祖が母方を通じて、チンギスカンにつながることが、王朝の権威の源泉の一つとみなされていたことが知られている。助官ワリハーノフと小説家、ヒョードルド・ストエフスキー。ワリハーノフは、ジョチ家の子孫の一人で、民族学者、探検家として知られた。キプチャク草原のジョチウルスは、子孫、ジョチの、 数多くの息子たちの子孫が広大な草原に散らばったため、14世紀中頃に、バト家などいくつかの有力な家系が断絶した後も、シバン家、トカテムル家など別の家系がハーミーを称して君臨し、チンギス島原理が保たれた。14世紀後半から15世紀前半には、ママイ、エディゲラチンギス間の血を引かない有力者も現れるが、彼らはいずれも範囲を称することなく終わっている。 その後、ジョジウルスの東部では、カザフが後半に拡散して、遊牧生活を続けるが、彼らの間では、ソビエト連邦が誕生する二十世紀初頭まで、ハーン、スルタンなどの一門にしか許されない、固有の称号を帯びた、チンギスカンの末裔たちが諸部族の領主階層として、君臨していた。また、ウズベクでも十八世紀頃まで、チンギスカンの男系子孫がハーンを称する王朝が、 続いている。19世紀には、チンギスカンの血を引かない王家がハーンを称するようになるが、ブハラではハーンの称号を捨てて、よりイスラム的なアミールの称号が採用されており、ここでは、君主の正当性を示す原理として、ようやくイスラム教の権威が、チンギスと原理よりも重要とされたことがわかる。一方、早くに、ロシアに征服されたジョチウルスの西部でも長らく、 チンギスカン一族の権威が生き続け、チンギスカンの血を引くモンゴル貴族が、正教に改修して、ロシア貴族に加わった場合には、ロシア在来の王家であるリューリク家の人々と同様に、巫女、公家として処遇された。16世紀にはイヴァン4世が、ジョチ家の末裔サインブラトに一時的に上位した事件が起こっているが、幾人かのモンゴル帝国史研究者は、イヴァンが、 モスクワ大公国の君主が有するツアーリの位に、チンギス島原理に基づくハーンの権威を身につけようと、試みたものと解釈している。また、西部でもクリミア半国のみは、オスマン帝国の保護下に入り、18世紀の末まで、ロシアからの独立を保ったが、この国でも、チンギス間の血を引く王族のギレイ家の構成員のみが、ハーンに即位したり、 スルタンの称号を帯びたりする権利を独占した。ギレイ家は、チンギスカンの血を引く名門として、オスマン帝国、ロシア帝国の双方からも、一定の敬意を払われていたことが知られている。ありがとうございます。